どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードをやっていきたいと思います。まあ、前回ね、ちょうど第2章が終わりましたので、第3章の方やっていきたいなと思います。気になることが多いんだよね。第3章ちょっとわかるといいな。まあ、あとは次向かう場所だよね。あら、ジョン、まだ。寝てたんだね。ジョン、起きた？ずっと寝たままかと思ったよ。ねえ、早く見て。外はすごく綺麗だよ。そうか、ある意味サンは記憶がないのか。グリーンバーグ？ジョン、何の話をしてるの？ホットクロック島から出たばっかりだよ。ああ、じゃあ、記憶がまるっとなくなってんの？昨晩、村はやけに、墓場のように静かだった。なのに、ちっとも眠らなかったの。だから、夜風に当たって散歩でもしようと宿を出た。その時よ、黒い熊が迫ってきたのは。私、走ったわ。文字通り、懸命に走った。命がけで走ったか。そして、ふと気がつくと、山頂にいたの。まばゆい金髪の女の子がそこまで連れて行ってくれた。見下ろすと見渡す限り闇が広がってた。夜のごとき、地のごとき闇よ。すると女の子が私にこう言ったの。もう誰もいないわって。全部私のせい。私が悪いの。もし私が逃げずに戻ったら。みんなを助けに戻ったら。みんなと一緒に死ぬべきだった。私、そう思ったの。でもそんな時、あんたたちを見つけた。あんたたちも辛い思いをしたのよね。駅で見かけた時、あんたは、戦場にでもいたかのようだった。それにしても、サンは何も覚えてないみたいね。思い出せない方がいいわ。あんなの小さい子には残酷すぎるもの。いや、でも、グリーンバーグ、ゴロッと抜けてるのちょっとやばくない？っていうことは、あれだよね、ユバンとかの記憶もないってわけだもんね。何を心配してるの？地上はちっとも怖くないのに。もう着いたかな？ね。あとどのくらい？あ、またトンネルだ。あれ、どうしたの？何かあったの？列車が攻撃されてます。繰り返します。列車が攻撃されてます。マジか。あれが来た。見つかっちゃったのよ。あれが来た？幸運の女神に感謝だね。燃料費を浮かせた分でお前のオーバーホールできるはずだ。おや？あれ？ウィリアム？意外とにぎやか。ウィリアムってなんか違うゲームか。道中の話し相手ができたみたいだ。いや、普通に会話するんだね。はじめまして。私は行商人のウィリアム。僕はその助手のダニエル。あれ？ウィリアムとダニエルって。だよね、ダニエルってあのデカめの子だよね。そして皆さんは？私はサン。こっちはジョンとジャスパー。ホットクロック島から来たの。ポッドクロックと？あれ？ミリアム、そこは。面白い名前だけど聞いたことはないな。大きなポットの中に浮いてるのかな？でも言ってたじゃないか。出身が。大きな穴の中だよ。町が丸ごと穴の中にあるの。そうなのか。住むにはとても安全な場所のようだね。安全なわけないわ。確かにたたりは出ないけど、それで十分な時もある。まあ少なくともダム城の町ではたたりの心配しなくていい。ダム城？ダム城かな。私たち白芸校に行くんじゃないの？白芸校？それはどこのことだい？
あ、そっか、白芸校自体なくなってるってこと？聞いたことはあるか、ダニエル。ないと思う。けど、ポットプロックとなら、そうか、わかった。この列車のアナウンスは長いこと更新されていない。だから停車駅の名前も昔のままなんだろう。そうなんだ。そうではない。ジャスパーがすごく怖いところだって言ってたから。サンの記憶がごっそり抜けてて、で、ジャスパーとジョンは覚えてんだ。でも、ウィリアム、だってウィリアムとダニエルってあの親子だもんね。あの、外に出たって言われてたね。サンの記憶となんか関係あんのかな？次はクリスタルレイクに泊まります。なんか綺麗な感じの名前だね。さてと。お別れの時間が来たみたいだ。ここがダム城の町なの？うん、ダム城はクリスタルレイクってダムの上にあるんだ。はあ。では諸君、また会う日まで。めっちゃダニエル気になる。あの、おどおどした感じとかね。ああ、なんか駅というにはまた違った雰囲気だね。なんだろう、白芸校の時はすごい色鮮やかで綺麗だなーって思ったけど、ここはまた違うね。広ーい。街に来たんだね。これまた、あれだな、同じこと言ってるよね。ジョン、早く。あれ、どうしたの？ねえ、ジャスパー。気にしないで。この場所とどう向き合うべきか考えてる。まあ、ジャスパーのこの感じは正解だよね。あれ、いる。そういうことか。ひっついてきたってことか。いや、君たちか。どこに行くべきか迷ってるのかい？まずはプリンセス通りに行ってみたらどうだ。プリンセス通りか。これは摩耗が激しいね。ベアリング交換した方がいい。うん、地層型っぽいよね。行くか。君何？話す。鉄を、鉄をなんだ。自転車、スケートボード、あるいはローラーブレードを持ち込んでのご乗車はできます。あるんだ。セーブしとこう。君という存在は時の中に貼られた蜘蛛の巣だ。記憶は虫のようにその巣に引っかかる。だが時として記憶が音もなく巣をすり抜けることがある。それが忘却と呼ばれる現象だ。何かで牛を鉄王のつもりなんかな。とりあえずなんか変えるわけではない感じだね。なんかやっぱ違うな。 SOS って書いてあるしね、上ね。まあ港だろうな。お、そうだ、これさ、下に行く、あ、右には行けないんだ。降りて、そうだね。ただ、普通の村って感じかな。山の手。あ、鯉のぼりある。あれ？文明的には日本じゃない？これ。あ、だから城なんだ。あー、なるほどね。なんて素敵な街なんだろう。
輝くばかりに美しい。ごきげんよう、お二人さん。君たちも旅行者さんかい？私は、白岳村の画家、マルゴラーリ。この町がダムの上に建設されたってことは知ってるかい？すごいことだよ。総意のたわものだ。ダムというよりかは城壁というかね、トラックあるんだね。めっちゃ日本だ。猫いる。これはそしたらどこ行ったり？ちょっとマップ見よっか。下、じゃあ上の方先見よっかね。準備中。こっちもじゃあ準備中かな。準備中だね。あ、でもそう考えたら、ローラーブレードとかさ、あれ日本、確かに流行ってそうだもんな、この時期。あ、いてない。これ何？タヌキの掃除ロボット？よく聞け。こういったは絶対禁止だぞ。見つけたらゴミと一緒に処理するぞ。綺麗さっぱり処理するぞ。いや、もうほんとそういうやつ処理してくれ。いや、旅行の見た目めっちゃ可愛いのにね、正面が気持ち悪いんだよな。おお。あ、トークン3つ。これで9枚かな。え？何なんだろうね、うんみたいな、うんちみたいな頭は。流行りなんかな、あの頭ね。すげえ髪型やな。もしかして君、あれを見に来たのか？隠さなくてもいい男はみんな好きだろ。何が？けど、残念な知らせがある。まだ時間じゃない。劇場は閉まってるよ。あ、劇場の話ね。だんだん知らせがある。まだ時間じゃない。ん？あれ？ん？ん？ん？あれ？こっちじゃない。いや、いけない。あれ？行けるところあったっけ？あ、こっちか。どんどん降りていってるんだよな。あ、プリンセス通りだ。あー、すげーなー、これ。営業終了。会話してくださいって言わんばかりの人がいるね。こっから行けるんじゃない？上級パーツ。ちょっと待って、それ考えると宝箱の取りこぼしは結構致命傷なんじゃない？お。おお。いかつかったな、今のいかついね。じゃあ、びっくりマークの人話すか？多分、うん、あの人だな、話すべきは。君も仕事探し？こっちの子供も？まったく大変だね。どういうことですか？よう、旦那、仕事はどうだい？ダム上最初の求人情報だよ。アルバ研究所、研究員募集。勇敢な人、強い人募集中。あなたの能力を生かしてみませんか？才能を持て余す素晴らしいあなたを。当研究所の実験助手に大歓迎。共にたたりから世界を救おう。高水準の給与、住居提供。場所、プリンセス通り、ロケットハウス。ES、料理スキルの高い方優遇。もうジョンじゃん。ジョン。共にたたりから世界を救おうだって。それに料理スキルの高い方は優遇。やってみようよ。研究員だろ。度胸があるな。僕たちなら姫の求人には長い棒でも触れないね。へえ。姫の求人ってそんなきついのかな。
これ床屋さん、カッペカッペって書いてある何これの地図。え、うーグラベシア、そんなに怖くないね。あれ怖くないの、逃げようともしないね。あはは、やっと度胸がある人に出会えた。私、見ての通り、ダム城の幽霊よ。死んだ後もこの土地をさまよってる。この子みたいにね。プリンセス通りは、送風機がたくさんあるから、うるさいでしょ。でも、これはちょっと違うの。鳴き声のような聞こえるでしょ。原因は、この子なの。彼は耳が悪くて、この送風機の音ぐらいしか聞こえなかった。だから、毎日ここへ来て、髪が乱れるくらい風を浴びていた。音が聞こえることが嬉しかったのよ。でもある日、送風機が止まってしまった。焦った彼は、どうにか送風機に近づこうとした。つま先立ちになって、ジャンプして、ついには、送風機の中に入ってしまったの。その後、ほら、耳を澄ませて。そう、今もあの中で泣いているわ。ダム城にはこういう子供にまつわるお話がたくさんあるのよ。よかったら街角で彼らの言葉に耳を傾けて。そしたらきっと喜ぶから。ああ。おーっと、子供倒れてる。子供倒れてる。何してんの？ケントロ、もうちょい、ちょい上。来たーって電気が消えた。あとちょっとだったのに。ケンタロウね、アルバ姫を探してるの？この城の路地を奥に行くと、ロケットハウスがある。姫さんならそこだよ。ああ、そうなのか。これどうせ下に行けないんだろうな。あ、行けた。買い物とかできるのかなっていうのはですね。いやー、邪魔邪魔、お前ら。いや、マジでこういう酔っ払い。いや、大衆酒って書いてあるしね。いや、マジで。マジでなぁ。邪魔だなぁ、言うの。おう。ロケットハウス。なんか、孤児院のような感じだけどね。え、どっち？あ、なんか左下の方が当たりっぽいよね。あ、正解でした。嘘、こっちの方が派手じゃん、扉。いや、正解だったわ。誰かいる？うん、誰もいないみたい。あ、メモがある。アルバ研究所にご用のある方は3階まで。3階行けませんね。ジョン研究所はあっちだよ。いやー、逆に正解を引いてしまってたか。よし、行こう。いや、マジでジョン、喋んなよね。あんなたたりやった後だけど。お？すごーい、本物のロケットだ。しかもスベスベしてる。コックピットまで見える。コックピットっていう言葉してね。ビューン。あなたは呆れるわ。あなたには呆れる。あなたには呆れるわ、イザベル。加速することしか頭にないの？無茶ばかりしてたらいつかエンジンがダメになるわ。イザベル、作業台にあるレンチを取ってくれる？どっちも違う。あ、レンチね、レンチ。はい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 。はいはい。どうぞどうぞ。マシンだって生きてるのよ。だから優しくしてあげないと。これで、よし。あとはコンプレッサーがあれば。もう飛べるわ。へえ。それにしても丈夫な子ね。そう思わない？私の可愛い。わたげちゃん？わたげちゃん？どういうこと？こんにちは。
チラシのおじさんが言ってたアルバ研究所ってここ？私がアルバよ。おじさん？もしかして看板マンのこと？ってことは手伝いに来てくれたの？やっと嬉しい。イザベル、お手伝いに来てくれたって。予備のエアコンプレッサーはあと一つ。あ、イザベルって言うんだ。あら、あなたたち。ちょっと、こんな可愛いお友達がいるなんて聞いてないんですけど。急に口調が。え、ジョンはお姉さんのこと知ってるの？ね、一度だけちょっと。怪しいわね。とにかく求人広告を見てきたのよね。そうだよ、ジョンは何でもすごいんだよ。なるほど。よし、決定。研究所の助手になってもらうわ。3、あなたは研究員コード002。ジョンは研究コード003ね。研究員バッジをゲットでーす。やったね。いた、ジョン。私たち研究員になったよ。じゃあ、このお姉さんが001？ いや、ただのイザベルよ。研究員001はすごく優秀なのよ。まあ、ベリーにはかなわないけど。すぐに会えるわ。では、最初の任務よ。旧市街に行って、粘膜培養器を回収してきて。待って、彼らにはちょっと、危険すぎない？心配無用よ。いざという時は、正義の味方が助けてくれるから。イザベルがいい、助けろっていう話だね。そういうことね。サングラスしてないだけで全然イメージ違うね。私は嘘をついてた。謝るわ。あなたたち見つけた頃には、村はもう。なるほど。やっぱもうあの時点でダメだったんだ。旧市街には変な生き物が住み着いてるわ。でも心配無用よ。いざという時はヒーローが助けてくれるから。結構なんか刀系持っててかっこよかったんだよね、イザベルね。やっぱ入りませんか。なんかないかな。じゃあ、あれかな、あの、ついてきたロボット喋ったのってこの子かな。喋り口調似てるよね。上はいけない。ここも入れないままだよね。まあ、昼間なってるし、これ、飛んでった嘘嘘、マジで。確かにコンプレッサー入れたらもう飛べるよって言ってたけどさ、え、もう飛んでったの？そこ飛んでくれるシーン見せてくれるとかさ、そういうことじゃないの？うわー、飛んでったーしかもイザベルじゃない？飛んでいったの。でも心配し無用、まあ、し、いや、あの、いや、飛行機。ロケットで行ったね。マジか。ああ、すげえな。待って。あ、すごい。曲変わった。これは床屋さんだよね。体力水産。王子からかな。美食、食べ物か。うわ、タコだ。いくらだったっけ？全然値段見ずに買ったけど、なかなかいい値段だね。よし、とりあえず、買うだけ買って、感じかな。なんかタコみてえな頭してたなぁ。友好商店。すごいね。全く雰囲気違うもんね。ナマステー。香辛料か。友好商店へようこそ。あ、やった。バッグが250か。そう考えるとバッグ高えなぁ。
タピオカミルクティーあー分かってんね。わあ鶏肉だ。軒下さん、軒下さんの丸ごとがある。タピオカミルクティーな。しかもなんかバッテリープラス50みたいな、バッテリー使うものがあるってことか。もう一個ぐらいやっとこうか。でもなんかバックは10が最大っぽいよね。料理してちょっといっぱいいっぱいにしたいね。でもこれで買い物はほとんどできなくなった感じかな。ちなみに地下はさらに下って感じか。これちょっと上の方も行ってみようか。買える場所っていうかお店とかありそうだしね。お？いい。誰なの？死ぬほどびっくりした。いやこっちがね、あの坊主兄弟かと思った。君も食べ物探してるの？このボインワークは僕のだからね。でも見つかっちゃったし、せっかくだから秘密を教えてあげるよ。ほう。町の外にある湖の中央に小さな島があるんだ。この島にはすごいお宝が隠されてるんだって。どうやって行くか自分で探してね。また会えたら次の秘密教えてあげるよ。はははは。ゴミ箱に隠れてんのか。これ相変わらず行けんのかな。あ、行けないね。でも左側なんか公園っぽいんだよな。あれ、ちょっと変わってる。スカーレットおばさまはまた朝っぱらが怒鳴り散らかしてる。さっさと出かけるに限るわ。嫁と姑かな。ちょっとどこ行くつもり。お皿洗わないと綺麗にならないよ。役に立ったらどうなの。あーもう嫌になっちゃう。ちょっとゼニアで気晴らしでもしようかな。ここら辺特に入れないのかな。お、ジャズやった。おっかねー。顔倉八。百人陽気なスター。酒と杯の運び人。倉八だ。足のことよ。あ、動く動く。見え切ってる。アイスマネー。まだ、こう、灯す前だ。そうだね、まだ。ジャズクラブって書いてあるね。まあ、おしゃれだよね。こういう細かいところね。めっちゃいいな。入る。ここは美容室。いや酒場か。うちの稲妻スイートを飲まなきゃダム上に来たとは言えないぞ。ほんとだ、稲妻スイート。耐久値が増えんのか。ノンアルコールだって。稲妻バグいいね。シールド系か。はあ、まあ、お酒酔ってると痛み分かんないもんね。そういうこと。そういうことなんかな。あ、ゴミ箱消えてる。ゴミ箱って言い方もちょっとあれだけどな。バグ消えてたね。まあでも、面白いな。お酒酔って感覚分かんなくなるから、一段減りますとかっていう考え方はちょっと狂ってんな。じゃあマップ的には上は大体 OK か。左側の公園と工事中のところが分かんないって感じだね。あーなるほど。で最終居酒屋があって、おジョニーの店。やばくない？機械だよね。見てわかるだろうが、僕は愛想がない。無愛想だって怒らないでほしいね。いや、ちゃんと物売ってくれれば大丈夫っすよ。弾薬ケース。あー、数増えるんやね。
高品質、あーレベル3になるときは高品質がいるんだ。あーなるほど。いやまず弾薬でしょう。ちょっとお金足りないけどね。意外とバンバン銃が使い勝手はいいけどってとこなんだよな。攻撃回数がネックだよね。なんか濃ゆいのいるな。ジミー、旧市街に行くの？おっかないな。あそこは怪物だらけだよ。君たちは勇敢な冒険者のようだね。そうだろ？なんだろうな。ちびまる子ちゃん出そうな感じの。なんか胃腸が常に弱そうなね。あ、ゲームしてるね。話しかけてみようか。こんにちは。え、よう。この辺じゃ見ない顔だけど、新入りか？大地の子やるなら順番だからな。あ、さっき姫様の家に入っていった人だ。あ、そうだね、君見たもんね。知ってるのか、ケンタロウ。いや。私は3、大地の子やってるの？ああ、その敵見たことない。え、こいつのこと？こいつは山地にいる隠れキャラ、ファットドラゴンだ。攻撃を中で跳ね返すスキルを持ってるんだ。倒すと究極の装備が手に入るんだぜ。でもファットドラゴンの洞窟に行くには、ファットドラゴンのピクスボールが必要なんだ。はあ、そういうのあるんだ。しかもそれも超レアときてる。すごいね。ああ、集中切らしちゃった。ボコボコにされたよ。ってことはそのレアを持ってるってことか。予想通りだけどね。いや、僕はエリック。エリックの鼻嫌いじゃねえな。まだ自己紹介してないな。この二人はケンタロウとジャクソンだ。ジャクソンの頭いいね。お前の髪かっこいいな。そんなわけで、一緒に遊ぶ？遊びたいけど、今はダメなんだ。大事な任務の途中だから。任務？いいね。めっちゃ目光ってる。なかなか顔もいかついんだよね。でしょ？旧市街で免疫培養器を探すんだ。どこにあるか知ってる？免疫培養器。いちいちな反応がな。それがなんだかさっぱりだけど。超かっこいいな。姫様から危険な任務。すげえや。お前すごいやつなんだな。えひ、ジョンは戦闘のプロなんだよ。戦闘のプロ、最高。うるせえ、まあ、うるせえけど、あいつの いいな。魔物、相手は戦闘のプロだぜ。どっちが勝つかは明らかだろう。相手じゃないっての。じゃあ頑張ってな。後で話聞かせてくれよ。この3人組はまたこう、違う雰囲気だね。サービスでやるのももう終わりだぞ。次に壊したら金を取るからな。ねえ、あの髪の毛見た？呼び方よな。髪の毛って。あ！ウィリアムじゃん。いや、また会ったね。ウィリアム工房へようこそ。あんたの工房だって？そこは寝床として貸したんだよ。あんまり怪しいことしてると追い出すからね。あは、は。見ての通り、一時的に曲がりしてるのさ。君たちダム城に残るの？僕たちはここである程度稼いだら東へ旅を続けるよ。東に何があるかって？大陸の果て、鉄道の終着地に町があるんだ。未来っていう名前で、そこには最高の科学者がいるらしい。だから僕たちはそこに行くんだ。おー、未来なんだ。田山ばあちゃん、心配しなくてもまた戻ってくるよ。私はあの人型の、あの人型の唯一の客だからね。人型なゲームしに来たのかい？ゲーム機械は外だよ。それと、紫頭の若造を探してるのかい？それならロボットの息子と奥の部屋にいるよ。あ、すげえ、アイスクリームだ。あー、なんかいいな、味あるな。
意外となんかシールド系多いね。じゃあガチャの時間ですっていうか、右側のやつなんか全然違くね。やるか。かぶり多いね。あ、もう来た来た、すげえ、全レア持ってるよ今のところ。デモベノム将軍、魔王のブレーン、闇の四、4将軍のリーダー、四将軍がいいかな。四将軍がそれぞれエネルギークリスタルを持っており、姫救出の鍵になる。ああ、じゃあこいつら4体持っとかないといけないってことか。はい、勝ちです。勝ちました。ドラゴンのやつが気になるな。究極の装備のやつね。ああ、このぶっ最高やな。あ、お地蔵さん。どうも、ミミちゃん。また会ったわね。ここは普通の路地に見えるでしょ？でも油断すると、あの子と同じ目に遭うわ。ある夏の黄昏時、彼は仲間と別れて家路に着いた。お母さんの手作りハンバーグが早く食べたくて、彼は近道をしたの。暑苦しい表通りと比べて、路地は意外とひんやりしていた。彼は不安になって足を早め、やがて駆け出した。すると路地がどんどん狭くなっていく。しまいには体を横に向けないと進めないほどに。彼の頭の中はお母さんのハンバーグでいっぱい。急がなきゃ、早くハンバーグが食べたい。けれどそれ以上進めず引き返すこともできない。今でも路地からお母さんを呼ぶその子の声がするとか、どうとか。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、じゃあ行きましょう。ゴミ箱ないなぁ。親方、親方、親、この場所、親方か。空から女の子が降ってきます、じゃないの。あ、違かったね。全然違かった。親方、勘弁してくれ。フリータスはこうなるなんて思ってなかったんだ。化け物が出るなんて聞いてなかった。黙れ。化け物だと泣かせるんじゃねえか。たかが数匹の化け物に出くわしたぐらいで。道具を置いて逃げ出しただと？俺の道具だぞ。お前は首だ、首。あのバカ兄弟がバックれてから。親方はイライラしっぱなしだ。確かに。あの二人は親方が育てたも同然だからな。後を継がせたかったらしいぜ。なんだって？こんな話、初耳だぜ。誰なかったからな。いいか、よく聞け。ブラザー建設の勢いは止められねえ。騙せる奴には情け目を、化け物だろうと許しはしねえぞ。行くの嫌だな。てかずっと濃いんだよな、ここ来てから。あ、お宝が取りたいですね。お宝、お宝どっから取れますかね。ここ通れるかな。あ、取れた取れた。えい、ゲット。あー、一応話しかけるか。まあ、面倒ごとに巻き込まれるんだろうな。親方、親方と話がしたいって人は来てますよ。俺に何の用だ。ふん、ここいらじゃ見たことねえ顔だな。私たち研究員なんだ。あれは研究所の。私は研究員002号の3。こっちは研究員003号のジョン。ミミさんとこの人間か。ってことはもしかすると、私たち旧市街に行こうと思ってるんだ。旧市街？そいつは好都合だ。まず自己紹介からだな。俺はマング、ブラザー建設の社長だ。実は今、でかい建設計画を進めてるところでな。ラム城の地下鉄を復旧させようとしてるんだ。ラム城の地下鉄。ラム城の町といろんな場所を結ぶ地下の線路だよ。昔は移動といえば地下鉄を使ってたんだ。でももう長いこと使われていない。効能豊かな温泉まで一息で行けたのにもったいない。温泉あるんだね。湯気が立ち上る温泉。いや、いいね。ゆっくり使いたいな。わかる。昔話はその辺にしとけ。
お前らがおじけついてなけりゃ、今頃全身の毛穴から音声成分吸収できてたんだぞ。それがこのざまだ。真剣な化け物にビビり倒しやがって。だがあんたらは、姫様見込んでるならそれなりに腕が立つはずだ。駅にたむろする化け物どもを追い払ってくれねえか。なんなら目的地への行き方を教えてやるからよ。いいよ、私たち任せて。ジョンなら化け物なんて余裕やね、余裕。そうこなきゃな。駅に行くには町外れにある湖を目指すんだ。あー、なんかお宝があるって言ってたところか。水辺に沿って歩けば駅に着く。簡単だろ。意外と広いな、でもこの町。あ、ここ角か。ん？あ、こっちはいけないんだ、工事中。よし、料理しよう。せっかくタコあるし、これさ、牛乳、イカ、エビ、蒸気、胡椒。未発見レシピができます。なんでしょう。あー、無理かめっちゃテンポよく行ったらいけるかなと思ったんやけど。いやー、マジで、うまそう。シーフードチャウダー。あー、いいね。めっちゃ能力ついてる。あ、しかもやっぱボーナスつくんだ。いいねー。まあ、10個までしか持てないからな。こっから、あー、もうダンジョン系だね。はいはい。はい、じゃあ今回ここまでしましょうか。ちょっと話パート多かったけどね。まあ、街の雰囲気堪能できたのは良かったなぁ。まあ、次回は、郊外か。ダム城郊外を探索する感じになるんだけど、あ、めちゃくちゃ広いね。まあ、この辺り攻略していこっかなと思います。では、ご視聴の方ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。